はい、法規ガイドライン、こちらに入っていきましょう。さあこちらですね、今情報システムの運用ということでビジネスの中に情報システムが入ってきた、その時にどうしようかということをですね、実際に情報システムを使って業務を円滑にするためには止まっちゃいけないとか、そういったところですね、可用性とか信頼性とか、あるいはですね、何か障害が起こった時にいち早く復旧するためにとか、あるいは障害が起こらないようにするとか、いろいろコンピューターを使ってビジネスをする時のことですね、いろいろ考えてきたということなんですけども、ちょっとここではですね、情報システムを導入することによって本当に情報システムの導入によって仕事が早くなった、情報が可視化されたというふうにすごくいいことばっかり出てきますけども、本当にいいことばっかりなんですか？中にはちょっとですね、不便なところできたりしないんですか？危険なところできたりしないんですか？もしもそういうことができるならば、きちんと法律とかガイドラインとかでそういったことにならないように、あるいはそういう何か悪いことをした人がいたらきちんとその人を罰せられるように、そういった制度、ルール、そういったものが必要じゃないかなというのがこちらの内容なんですね。法規とかガイドラインの内容です。何かハッピーになったということはいいんですけども、そのハッピーになったことをですね、ある程度制度化していかないと、何かですね、フェアであるとか公正さとか、そういったものも欠けてくるよという話です。はい、ということなんですね。では例えば情報システムの導入によって本当にハッピーなことばっかりだったのか、何かちょっとですね、不安なこととかはないのかということですね。そこでまず1点出てくるのが、実は業務実態というのが見えにくくなってるんじゃないかという人がいるんですね。例えば自分のスケジュール管理するときに、例えばスマートフォンとかですね、そういったものに自分の予定を入れて管理されている方、これ確かに何かですね、スケジュール忘れとかそういった時にデータで管理する、一見スマートですね。ただ急にですね、でいついつのスケジュール空いてるとか、あるいは何かちょっと長期的なスケジュールが入ってきて、本当にこの期間全部使えるんだろうかとかいうふうに、結構スケジュール大きな括りの全体であるとか、あるいはですね、急に聞かれて急に答えなきゃいけないとか、そういった時とかに、実はスマートフォンとかそういった携帯電話とかでスケジュールを管理しているという場合には、例えばパソコンとかですと、パソコンのですね、ソフトウェアやアプリを開かなければいけないとか、開いてその画面を出さなきゃいけないとかいう時間がいりますよね。しかし例えばデスクの上のカレンダーにデスク上のカレンダーに紙に手書きで書いてあるとか、あるいは手帳に書いてあるとか、そういうものであれば手帳のページをパッとめくったり、机の上のカレンダーをパッと手に取ればすぐわかるということで、実はですね、その一覧性というふうに言うんですけど、パッと見てすぐ全体がわかるというような方法としては、そのすぐとかパッとすぐ 全体が一覧で見えるとか、そういう方法というのは実は紙媒体、まだスマートフォンとかパソコンとかが入ってくる前の管理の方が優れているんじゃないかという人がいるんですね。そしてそれはある程度認められています。確かにそうだなというふうな形になっています。ということで結構ですね、昔は取引とかも、何か取引本当にあったのかと言った時に、領収書はとか注文書はとかいうふうに書類がベースになっていた時代には、その書類があるかないかということである程度客観的にすぐ判断できたんです。
ところがこの取引本当にあったのかといったときに、例えばデータはここにあり、例えばデータはここにありますよというふうになって、それが認められてもそのデータを探さなきゃいけないとか、あるいはですねパソコンを操作しなきゃいけないとか、あるいはそのデータの元々の状況とかですね、そのデータの発生日付、入力日付とか、そういったものを細かくチェックしなきゃいけないというような手間が出てきた。これが取引伝票であるならば、日付も勘定科目も内容も全部1枚の紙に書いてあるから一発でわかるというふうな形で、パッと見る、パッと実態がわかるということに関しては、実は紙の方が優れているというふうに言われているんですね。というようなところで、ちょっと実態が見えにくいというところも出てきました。あとは進化への対応。今まで考えもしなかったことが新しく生まれてしまったんです。例えばある国ではですね、結構古くからの身分制度というものが一応法律上は残ってないですけども、なんとなく習慣として根強く残っていて、すごくその身分制度、先祖代々ですね、こういう職業についてきたから子供もこういう職業であるというように、結構職業のところがですね、職業選択とかそういったところに対して家柄とかそういったものがものすごく根強く残ってる、そういう地域があるんです。例えばそういう地域があった時、その地域で結構若くて優秀で、しかもちょっとですね、比較的下の方の階層のお坊さんとかですね、そういった上の方の階層の職業に先祖代々ついてきた方ではなくて、結構下級階層の方に先祖代々がなっていたという方でも、その人はすっごく優秀っていう方がどういう職業を選ぶかというと、結構情報システム系に来るという方は多いんですね。なぜか。それは古い身分制度にシステムエンジニアがないからですよ。古い社会の職業に就こう、昔からあるステータスの高い職業に就こうというふうに思ったら、それは大変です。昔からの家柄の世界が邪魔しますから。しかし、システム系というのは新しく生まれてしまったんです。昔の身分制度にないんです。だから誰がやってもいいよね、自由だよ、能力さえあればだんだん誰でも入れるよとなってきた。そこでこちらですね、システムエンジニアとかそういった方たちがですね、多く優秀な方がですね参入してきたというようなこともあるんですね。なのでそういった地域のシステムエンジニアの方というのは、いろいろな歴史的経緯もあってすごく優秀であるとか、世界中でその国のエンジニアの方はですね奪い合いになっているとか、そういった話もよく聞きます。というように、結構ですね、情報システム、新しいものが入ってきたということで、何かですね、今まで当然だったことが当然じゃないということが起こってきたんですね。そこで今までとは違ってきたということが起こったので、新たなルール作りであるとか、社会が進化してきたんだから、そこに対して何かちょっと規制を張ろうとか、今まではこんなことが起こると思ってなかった、だから何にも決めてなかったけど、新たにこういうリスクが起こってきた社会で、だからそのルールを決めましょう、新しく起こってしまったんだから、そういったところに対して新たなルールを作りましょうということで、新たなルール、進化した社会へのルール作り、そういったことが求められたということなんですね。ということでこちらですね、例えば生活とか情報の安全性とかですね、あるいは何かですね、変なことに合わないような安全性、あるいは適正に処理されるというところの確保について、例えばこんなルールが出てきましたよ、あるいは何か危険に合わないように
こういうふうに対策しましょうというようなガイドラインですね。そういったものが出てきましたよというのがですね、今回テキストにまとまっています。こちらですね。例えばということで、不正アクセス禁止法、システム監査基準、情報システム安全対策基準、コンピュータウイルス対策基準、コモンクライテリア、そしてソフトウェア管理ガイドラインというものですね。そしてさらにはですね、こちらにもあります。こちらはですね、どちらかというと、先ほどまでのところは安全とか適正ということがあったんですけども、今度はですね、もっと情報を活用しよう。新しい社会でデータがたくさん生まれてきた。だからそのデータを活用して、もっとですね、高度な社会に行こうというふうに考えた人たち、そこに対して、いやいや、ハッピーなことだけじゃないよ。もう少しですね、立ち止まって少しいろいろ考えてみようよ。ということで、こちらですね、例えば個人情報保護法ということで、その情報ですね、個人情報についてきちんと取り扱いを決めようよということになってきた。昔はですね、まだ帳簿とかで管理するときには、その個人情報が書いてある帳簿を金庫とかに入れて鍵をちゃんと管理しておけば外に出ることはなかった。しかし今はパソコンの中にデータがあるので、それを何かですね、悪意を持ってネットワークから侵入してきてデータとして抜き取られるということも起こってきている。そういう状況の中では、個人情報をどうやって管理するのかということもですね、一つ制度として定めることが必要なんじゃないかというところの個人情報保護法。あとはですね、取引記録とかそういったものもデータで管理しましょうよ、データで保存していいですよというところの電子帳簿保存法であるとか、あるいは新たなサービスですね、そういったものを使う時のガイドラインとして SLA ガイドラインであるとか、あるいはデータの管理、データを管理して金銭債権とかですね、そういったものを電子化して管理しようという電子記録再建制度というものもあります。あとですね、やはりコンピューター、電気製品ですから、結構ですね、やはりそこのところはですね、資源としてですね、再利用とか再生利用とか、やはり資源という、何か資源を使いますので、ゴミとかが増えてはいけないとかですね、再利用できるものは再利用しようとかいうことで、こちらですね、有効、こちらですね、資源有効利用促進法であるとか、そういった制度もあります。さあ、ではですね、こういった制度テキストにあるんですけども、ちょっとですね、少し必要なポイント、この制度こういう特徴がありますよというのをですね、ご紹介をしていきたいと思います。ではまず不正アクセス禁止法というものなんですね。さあ、例えば何かですね、パソコンとかでね、インターネットとかをやってて、データを盗まれた、個人情報を盗まれた、あるいはですね、勝手に自分のパソコンに、ね、侵入されて重要な情報を奪われたり、パソコンの中の設定勝手に変えられて、自分が何かですね、おかしなことに巻き込まれたり、頭きますよね。皆さん、そういうふうに、あ、何か自分が経済的に被害に遭った、そういう時どこに相談します？警察？しかし警察は何か法律違反をした時に守ってくれるんですよね。自分が法律違反で被害に遭ったら守ってくれるんです。ではそういったパソコンとかそういったもので被害に遭ったということで、警察に守ってもらおうとしたら、その何か自分がやられた行為が法律的に何かおかしい、違法性があるということを前提にしなければいけないということになってきます。
安心安全を守ってくれるのが警察ということなんですが、しかしやはり法律の範囲で守ってくれるというのもある程度仕方がないことなんです。やはりですね、法律にのっとって乗っ取っていくという行政機関の一つですからね。ということで、警察にですね、何か動いてもらうためには法律違反だということが必要ということで、インターネットとかネットワークとかで何か情報を取られたりとか、そういった時にはですね、きちんと罪に問えるようにしようということで出てきたのが、この不正アクセス禁止法ということですね。はい、赤い文字のところを見ていただくと、本来利用する権限を持っていない人がコンピューターを不正に使用するとか、セキュリティ上の弱点を攻撃するとか、コンピューターを改ざんするとか、やっぱりこれ辛いと言いますか、やはりこれ頭きますよ。もうこんなのやめて、もうやめてほしい、もう警察なんとかしてよと思う。確かに思うと思うんですよ。というところで、国家に対してですね、何か動いてもらおうという時には、この根拠となる法律が必要ということで、まあこちら不正アクセス禁止法というものがあるんだなというような形でですね、ちょっとテキストの中身読んでみてください。さあ、では続いて個人情報保護法ですね。こちらですね、やはり個人情報というものがものすごく大事な意味を持ってくるようになってきた。あるいは個人を特定できなくても、そういったですね、何か販売状況とか、そういった販売情報とか、そういったものがですね、個人を特定しなくても何かですね、多くの人の購買の行動とか、そういったものが非常に大きな意味を持ってきたというふうになると、やはり個人のデータですね、そういったものがの管理をしっかりしてほしい。ある時突然よくわからないところから勧誘のメールが来たりとか、そういうのも不審ですよね、怖いです。ということで、何かですね、会員に登録したとか、そういった個人情報、そういったものがあった時に、その取り扱いをちゃんとやってねというのが、こちら個人情報保護法ということですね。はい、ということになります。こちらでは個人情報を集めるなという規定ではなくて、個人情報を集めるときにはこういうふうに取り扱ってねという規定の仕方なんですね。はい、ということになります。ということをですね、意識しながら個人情報保護法の内容もですね、皆様の方で確認をお願いいたします。では続いて電子帳簿保存法ですね。こちらに行きます。さあ、こちらもですね、国税関係の帳簿書類ということでいろいろあります。まあ簿記の範囲とかですと、仕分け帳であるとか、総勘定元帳であるとか、そういったところもありますし、もうちょっとですね、本当にその仕分け正しいの、今売上この売上があるって言ったけども、これは何の売上なの、何か入金が定期的にあるけれど、これは何の入金なのというように、その何か現金とか売上仕入れとか、そういった動きだけではなくて、その中身、そこまでもしっかり追求するのがこの国税関係というところになってきますので、そういったところまで含めてですね、例えばこちらですね、今までの内容によっては、そういったですね、注文書であるとか、あるいは見積書であるとか、そういったものももしかしたら絡んでくるかもしれないという程度のすごく大きな範囲です。単純に帳簿とか、あるいは貸借対照表とか、そういったものだけではなくて、その前のですね、注文書とか見積書とか、そういったものも、まあ内容によっては電子化するということもですね、入ってくるというような内容です。まあ、もちろん重要度とかによりますけども、そういったものですね、まあなかなかそういった細かい範囲というものは
ものによっていろいろ変わるんですけども、そういったものですね、ビジネス関係のいろいろな書類、取引上 のですね、重要書類、そういったものをですね、データとして管理する、そういうのを認めた法律ということになります。はい。あとですね、こちら資源の有効利用に関する法律ということで、その次ですね、資源の有効な利用の促進に関する法律ということも言われています。先ほどこちらにあったように、コンピューターというのも電気製品ですので、やはりですね、ゴミの削減であるとか、そういったところに対して少しですね、配慮が必要ということなんですね。はい、ということになります。続いてシステム監査基準ですね。まあ、いろいろ情報システムというふうに、情報システム、あくまでも社内の業務の効率化だというふうに言ってもですよ、やはりですね、例えば売上ということを管理するんであれば、売上の相手、得意先のこと、得意先も販売システムに無関係とは言えない。仕入れシステムであれば仕入れ先、人事システムであれば従業員、そういった企業外部の人たち、そういった人たちにもですね、やはり企業内の情報システムというのは関係があるんですよ。ということで、こちらですね、そういった情報システムきちんとしているかどうか、そういったことをですね、第三者の目からきちんと判断してもらおうということで、こちらですね、情報システム自体もですね、きちんと監査をしてもらおうというのがシステム監査基準ということですね。監査対象から独立した監査人がきちんと監査をするというところですね。まあ、情報システムもやはり社会のインフラとなりつつあるというようなところもあります。はい、というところですね。ではテキスト続いて、情報システム安全対策基準というところになります。さあ、こちらですね、情報システムをきちんと安定的に運用していこうということで、情報システムをですが、変なことにならないように、情報システムをきちんと安定的に運用するように、情報システムを守ろうとか、あるいは何かですね、おかしなことが起こったときにどういうふうに対策するかとか、そういったことをあらかじめ基準として定めようということなんですね。情報システムの守り方、あるいはおかしな時のですね、対応の仕方、そういったもののガイドラインになります。はい、ということなんですね。まあ、こちらの方にですね、のところ説明の1行目の後ろの方ですね、実は情報システムのですね、危険というのは、自然災害、障害、故意、過失ということがあるんですね。一般的にはですね、コンピューターが故障するとか、あるいはですね、誰かが悪意を持って侵入する、そういうところからコンピューターを守るんだというようなことがセキュリティだというふうなことで、何か情報システムを守るといったときに、そういった少し狭い範囲で考えがちなんですけども、実は情報システムを安定的に扱うということは、例えば地震とか火事とかに強いシステムであるとか、そういうことも大事ですよね。いや、インターネットのネットワークの向こうから入ってこられないように完璧にブロックしてますと、ファイアウォール完璧、外部からの変な人は入ってきませんと思っていても、コンピューターの前に、何か悪いことを考えた人がコンピューターの前に立って金槌でコンピューターをガーンとやったらおしまいですよ、システム。あるいはビルがですね、火事になってそのコンピューターが燃えたらシステムおしまいです。あるいはですね、何かうっかりミスで操作をしてしまったためにコンピューターのデータがみんな消えちゃった、
こういうことだってあるかもしれませんね。今のはですね、例えばうっかりミス、過失とかいう話ですけども、そういったことですね、うっかりミスとか、あるいは自然災害の脅威とか、そういったことへもですね、コンピューターを守る、コンピューターをそういった自然災害とか過失、うっかりミス、そういったものから守る仕組み、こういうことも考えなきゃいけないよということもですね、こちらのところ書いてあります。はい、ではですね、続いてコンピューターウイルス、コンピューターウイルス対策基準ですね。コンピューターウイルス対策基準というものになります。さあ、こちらですけども、ウイルスってなんだというところを学習したときに、実はですね、例えば感染とか潜伏とか発病とか、そういう機能どれか一つあるものですよというようなことを言いましたが、そのですね、そのウイルスとはこういうものだという定義がですね、明記されているのが、実はこのコンピュータウイルス対策基準なんですね。はい、というようなところで、まあ、ウイルス対策をまとめているというところになります。はい、あとですね、 SLA というところで、まあ、コンピューターなかなか安定的に運用するの難しいので、外部にお願いするという、アウトソーシングしますよ、コンピューターの運用とかですね、そういったものをアウトソーシングしちゃいましょう、あるいはハードウェアとかソフトウェア金額高いので借りましょうとか、そういったところをですね、全体的に提供するというものが、まあ、SaaSとかだったりするわけですけども、そういったアウトソーシングに対してですね、こちらある程度ですね、そのサービスレベルを決めようということなんですね。例えば何かコンピューターがおかしい、コンピューターが何かおかしくなっている、そしてその時に契約書とかに何かおかしいことがあったらすぐに対応しますと書いてあるとしましょう。すぐっていつですか？おかしいですって電話をしたらすぐ対応してくれるんですか？それとも電話おかしいですというふうに電話をしたら、はい、わかりました、じゃあ今から手が、今やってること忙しいので手が空いたらすぐやるんですか？その手が空くって何分かかるんですか？30分後ですか？1時間後ですか？明日ですか？わからないですよね。ということで、すぐやりますと言った時に、じゃあそのすぐって何時間以内のことなんですかとか、そういった形でサービスをですね、数字できちんとレベルを判断しよう、そういったことをですね、曖昧な部分ですね、すぐとか、そういった曖昧な部分をきちんと数値化しようとか、そういったことがですね、SLA、サービスレベルアグリーメント、そんな内容になります。なるということですね。それをきちんと、そしてその時に、この SLA というものが、どういうことがですね、揉めやすいのか、どういうことを決めておけばいいのか、きちんと数値化して決めるべきなのか、そういったことをですね、いろいろガイドラインで書いてくれているのが、こちら、SaaS 向け SLA ガイドライン、SLA を、のサービスを利用するときに、こういうところを気をつけましょうね、というようなことであるとか、そういったことが書いてあります。はい。そしてですね、あとはこちらですね、政府調達、そういったことについても SLA のガイドラインがあるということもですね、ちょっと気にしておいてください。はい、あとですね、その次テキストはコモンクライテリアというところに行きますね。まあ、クライテリアというのは評価基準ということになりますけども、まあ、そもそもですね、この会社ちゃんとセキュリティをちゃんとしている会社なのかとか、あるいはこの情報システムきちんとセキュリティ対策バッチリなのかということをですね、第三者のセキュリティのプロの目でちょっと判断してもらおう、あるいはプロのお墨付きを得ようというのが正確ですかね。何か例えば政府系のシステムであるとか、
そういった公共性の高いシステムについてはセキュリティとかものすごく大事ですよね。そういった公共性の高いものとかを中心にきちんとこれセキュリティできてますよということを第三者の目から見て、プロから見てきちんとセキュリティができているということをちょっと証明してもらおうというような意味合いがあったりして、こちらですね、コモンクライテリアなどというような仕組みがですね、結構世界中で広がっています。はい、ということなんですね。あとはその次ですね、電子記録再建ということで、まあ再建とかそういった手形とかですかね、そういったようなものもですね、電子化していこうというところでですね、こちらにあるように安全、簡易、迅速に再建の発生譲渡を行えるようにしようということになります。まあこちらもですね、こちらどちらかというと、あ、こういった再建とかも電子化の対象になるんだというようなことをですね、中心に抑えるようにしてください。はい、ということでこちらですね、新たに世の中に出てきたコンピューターというもの、こういったものをですね、あんまり自由にやりすぎているといろいろですね、おかしなトラブルとかも起こってくるので、ある程度ルールを決めようとか規制しようとか、そういった形でさまざまな法規とかガイドラインとかそういうものがあるぞということでございました。はい、それでは第4章の必須テーマ丸バツチェック、こちらをやっていきましょう。ではですね、こちら第4章ですけども、問1から問8まで出ております。そしてこちらにですね、それぞれの参照ページですね、回答につながるようなページ書いておりますので、皆様の方でこちらのページを参照してですね、確認の方をお願いいたします。さあ、ではですね、特にこの中で付け加えておきたいところ、そういったところをですね、ピックアップしておりますので、そちらの方一緒に考えていきましょう。ではですね、それがこちらの方にまとめております。こちらの方ですね、問1、問2、問7、問8ですね。こちらの方にぜひですね、ちょっと確認しておきたいこと、追加しておきたいこと、そういったことをまとめておりますので、一緒に見ていきましょう。では、まず一つ目、問1ですね。コブラの問題です。さあ、こちらはですね、見積もり方法の問題ですけども、まずですね、こちら、丸の文章ということになるんですけども、こちらですね、コブラというのは、こちら問題文を読んでいきますと、開発工数は開発規模に比例することを仮定するとともに、その次ですね、さまざまな変動要因によって工数増加が発生することを加味しているとあります。そう、この変動要因という言葉、すごくこのコブラの中では大事なんですね。こちらです。コブラというのはまずは開発規模ですね、こちらの方をまず重視します。システムのまずですね、工数とかそういったものはまずは開発の規模によるんだということをこのコブラでは言っています。ただしこのコブラというのはその開発規模によるんだけども、しかし変動要因、そういうものがあるんだよというふうに言ってるんですね。そしてこのコブラではその変動要因というものを考えるときに、ベテランとか熟練者のですね、勘とか経験、そういったものも考えようよということを言ってるんですね。この変動要因、どんなものが変動要因になるんだろう、あるいはどれくらい変動するんだろう、どれくらい影響度があるんだろうかということを考えるときに、ベテランの方の勘とか経験、そういったものも加味していこうよという考え方があるんですね。まあちょっと日本らしいと言いますか、いわゆるノウハウとかそういったものですね、
そういったものを考えていこうということで、こちらコブラという方法があるということなんですね。こちらの方を確認をお願いいたします。さあ、では続いて問い2ですね。さあ、ここですね。 EA、まあ、業務分析とかシステム分析のやり方ですけども、そういったところでですね、ビジネスアーキテクチャでは各業務において利用されるデータの内容、データ間の関連性を体系化する、そしてそれは ER 図などで作成されるというふうに書いてますが、これビジネスアーキテクチャではなくてデータアーキテクチャというものですね。はい、ということになります。ビジネスアーキテクチャというのはどういうものかというのはこちらですね、回答解説の方に書いてありますので皆様の方で確認をお願いいたします。さあ、ではですね、続いていきましょう。こちらですね、問い7ということですね。ぜひこの問い7のような問題ですね、ぜひよくわかんないという方もですね、ゆっくり落ち着いてですね、考えていこうということですね。ゆっくり落ち着いて考えればなんとかなるという問題の典型です。では見ていきましょう。まず認証の制度はと書いてあって、本人拒否率が低いと安全性を重視、他人受け入れ率が低いと利用者の利便性を重視とありますね。さあ、ここです。ポイントはこの拒否率が低い、受け入れ率が低いというのをどう読むかですよ。拒否率が低い、拒否されないとすると、拒否されないんですから入りやすいんです。入りやすいということは利便性が高いですよね。何かですね、ほんの些細なミスでダメとか言われることがないんです。入りやすいんですから、というふうになると、これは利便性が高いということになるんですね。本人拒否率が低いと利便性重視なんです。さあ、一方ですね、その次、受け入れ率が低い、受け入れてもらえないんですよ。入りたいと言ったのに受け入れてもらえないんです。ということはこれは入りにくいんですよね。そしてこの入りにくい中で入れた人、これはものすごくちゃんとですね、認証された人です。というように考えると、これは受け入れ率が低いということは入りにくい、つまり安全性が高いということになります。安全性重視ですというふうになると、こちらですね、またこちら問い7の文章を見ていくと、利便性ではなくて安全性重視ということになりますね。他人受け入れ率が低いというのは安全性重視ということになります。はい、ということでですね、こちら拒否率低いって何だろう、受け入れ率低いって何だろうというふうに考えていくと、何かですね、ちょっとおかしいな、なんか正しそうとかですね、そういったところの見当がつくような内容になっていますので、ぜひですね、こういったところ何か考えれば分かりそうとかですね、そういったところをぜひちょっと立ち止まって考えてみる、そういったこともですね、大事なことだということでございます。さあ、ではですね、最後問い8いきましょう。問い8ですね、ソーシャルエンジニアリングというものなんです。そしてこれですね、例えばパスワードとかそういったようなものが典型ですけども、
ある人のユーザー ID やパスワード、そういったものをですね、コンピューターとか情報通信の機能の力を借りないで他人のものを入手しようという考え方ですね。これがソーシャルエンジニアリングです。いいですか。何かコンピューターの機能とかそういったものを使わないんですよと言ったときに、こちらですね、文字列の組み合わせを機械的かつ総当たり的に試すことでパスワードを取得するのはソーシャルエンジニアリングの手法の一つである。これはいけません。何がいけないかというと、この文字列の組み合わせを機械的かつ総当たり的に試すんですよ。何使って試すんですか。実際にログインしてみるんですよね。そう、パスワードというのは、まあ極端に言うとただの文字の集まりなんです。ですから全ての文字の組み合わせ、これを試せばいつかは当たるんです。1秒後に当たるかもしれない、10年後に当たるかもしれない、でもいつかは当たるんですというのがこれですね、機械的かつ総当たり的に試すということなんですけども、この機械的に試す、ではそのパスワードが当たりか外れか、それを判断するのは実際にそのパスワードが当たってログインできて初めてそのパスワード当たりというふうに判断できるんです。ということでこちらですね、コンピューターのログイン機能を使っているということですので、これはちょっとですね、情報通信技術を使わないというところの定義からするとどうなんだろうかということなんですね。はい、ということになります。ちなみにこれですね、そのソーシャルエンジニアリング、情報通信技術を使わないということの典型として、こちら、まず電話とかで聞き出すというようなことですね。あとは何かですね、入力しているところをですね盗み見する。あとはメモ用紙とかに書いたものがあるならばそれをですね漁る、そういったことですね。メモ用紙に書いてゴミとして捨てたようなものがあるかもしれない、そういったものを漁るという考え方ですね。こういった方法はソーシャルエンジニアリングの方法だというふうにされています。はい、ということなんですね。まあ確かにそうなんですね。あるゲーム会社の、実際にそのゲームを作っている開発の部屋なんですけども、窓が一個もないんですよ。窓が一つもないということで、なんでなんですかねというふうに話をすると、いやいや窓の外から盗み見をされるのが怖いと。窓の外からですね、その双眼鏡とか、もう今時ですとドローンであるとか、そういったものがですね飛んできて、そこにカメラが、高性能のカメラがついていて、そこで人のですねパソコンとかコンピューターの画面をさーってさりげなく映して、そしてそれを解析することによって何かですね、その重要な情報が漏れるかもしれないというようなことを心配して、その新しいゲームのですね開発のプログラムを作っている現場というのはものすごい新商品の機密情報にあふれているということで、もう本当に外から覗かれないように窓は禁止なんですね。窓がないんです。まあ中で入ってやってる人は大変ですね。すごく緊張すると思います。しかしそれでも機密情報を守る、このような盗み見ですね、そんなのあるわけないじゃんと思っているかもしれませんけども、その思っていることがこの盗み見ということによってパスワードとかが漏れるということにつながるんですね。はい、
ということで、こちらですね、まあ、試験対策としてはソーシャルエンジニアリングということで、聞き出す、盗み見、ゴミを漁る、こういったものがソーシャルエンジニアリングの典型だということ、こちらの方確認をお願いいたします。では以上で内容を終わります。